あのギリギリまで近づいて取れないかな。いや大丈夫、俺死ぬ気はないから、死ぬ気はないから、ただ近づいてふんってふんってするだけ、ふんってするだけ、近づいてふんっ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 てはい、洞窟物語取っていきます。続き、いやーシスターズ強かったわ。でこの足場ってさ、なんか意味あるんですかこれ。なんかこの石場って石場じゃない、足場って意味あるのかな。まあいいや、空っぽ、いや空っぽじゃなくて、あれ、ああ、ええこっから出るのか。ああ、こっからか、びっくり、ちょ待って、あぶれあぶれ、ずるい、今のずるいぞ、ずるいぞ今のは、びっくりしたわ。よく避けれたな、猫並みの反射神経です。どうもどうも、待て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 、撃つな撃つな、体力回復したいな、回復スペースがない。にゃ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 、ダメージ10はきついよ、マイナス10はきついって。体力落とさないのこいつら、鬼畜だな鬼畜だな。落として、あ、よしよしよし。でミサイルもレベル上げとく、上げる意味があるかどうかわかんないけどな。落とせ、ハート落とせ、落とさないのかよ。ほら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 、怖い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 、こいつら怖いよ。待って、これなんかあるのか、アイテムか、なんでもないのか。あ、扇風機だ、いるここで扇風機、何の用途があって。上の道が正解かい、下は何もないのかい。あ、隠しとかないね、よし、くそ二度手間だ、頭めっちゃぶつけてやる。痛い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 、ジャンプ。もうボスはないよな、さっきボス倒したし。待って、こっち、いや、どっちだっけ、こっちがセーブだろ、どっちだっけ、こっちがセーブだろ、セーブ、あー危ない、あー、なんでこんな俺ドキドキしてるんだろう。よしよし、セーブはしないと、体力も全回復やで。よし、セーブ、ふう、安心だぜ安心だぜ。でここにみんないんのかな、ナンバー00の卵がある部屋。ねえ、卵ねえ、卵ないよ。画面に文字が表示されている。羽化は成功しました。お、そこにいるのは誰だ、誰、あ、なんだ君か、カズマじゃないか。やっぱあれだな、エビスさんに似てるな。うん、言われて思ったけどやっぱ似てるな。無事だったんだね、絵描きそう。ここには僕しかいないよ、なんか目の感じが似てる、すごい。君がスナックへ向かった後、僕らは逃げ道の確保を急いでいたんだ。そこへミザリーが現れた。スーは連れて行かれるし。スー連れて行かれたの、行かれたっけ、やべ覚えてない、博士は消されるし博士散々だな、スーには呼び捨てにされるし、最後消されるし、消されるって。ドクターが花の種を手に入れたらしいんだ。終わりじゃんそれもう。あ、君を責める気はないよ、なんか取ってつけたように責めてるんだろ俺を。王冠を手に入れた時点でドクターの勝利は決まっていたんだ。王冠って何、ビールの王冠って何。凶暴化耳側軍団ができるのも時間の問題凶暴化耳側軍団、なんかお笑い芸人みたいな。そうなったらもうドクターを止めるのはいくら君でも不可能だ。いや、わかりませんぞ。あ、逃げるしかない。スー置いて逃げんの。とにかくヒリューさんいればこの島から脱出できる、そう思って一人でここへ来たんだ。一人で、ヒリューは無事に生まれたよ。どこにいんのヒリュー、僕にくれ、一緒に逃げるか。これ逃げたらバッドエンドだよな多分。今ね、ノーマルかバッドにしか行けないらしいんで、おそらく逃げたらバッドなので、バッドから見ようか。もう全エンディング制覇するんで任しといて。逃げよう、エビスさん、逃げよう、一緒に絵描いて暮らそう。仕方ないよな、できるだけのことはやったんだ。一緒に絵描こうもん、絵描いて暮らそう。外壁、これ絶対バットだよな。うわ、いる、ステンバイ、トッとッ、クソ食らわんか、なんかヨッシーみたいな。よ、お前の名前はデって言うたな、グルルルルル、デって言うたな、お前は。お、こいつに乗るんだ、乗ろ乗ろ、二人乗れる、乗ってる。月が丸いの、しっかり捕まってろよ。
ファイヤー。これもうエンディングなんです。撃ち落とされたりしないよな、ドクターに待ちにしたいっつって。こうしてあなたは無事に島を脱出することができた。やがてドクターはこの島を拠点として地上への攻撃を開始するだろう。地上の国々はドクターの攻撃を食い止められるだろうか。地上には対抗する手段ないのかな。そんなことはどうでもよかったどうでもいいや。その後あなたはカズマと二人、ドクターの手の及ばない山奥でつつましく暮らしたのだ。そうなの、ドクターの、あ、終わり。はい、というわけでカズマエンドを迎えましたね。まさかカズマとくっつくとは思わなかった。これバートだよな絶対。このゲームマルチエンドらしいんで、バート見たんで次はカズマの選択肢に、カズマの選択肢に家を選びましょう。終わり。これあれかな、リセット押さなきゃいけない感じかな。もうこの先ないよね別に。これはもうリセット押していいのかな。音楽はずっと続いてるけどエンディングテロップとか流れないし、いいのかな。音楽終わる、終わる、タイトル画面に行く、行かない感じかな。じゃあカズマの選択肢のところまでカットします。チーコいらっしゃい。リセットか、多分ないよね。あの先知ってる方いる、誰か。あのあとなんかエピローグとかあったのかな、バッドエピローグみたいな、多分ないよね。なのでなのでカズマの選択肢に家を選びましょう。行くぜ行くぜ。で昔のゲームそれが多いよね、画面は封じされてると。まあ、とりあえず選択肢まで飛ばそうか。よし、やっぱ、エビスさん似てる、似てると思いますか皆さん、これ。エビスさんに。ちょっとーみたいな。なんか目の感じ似てるよね、エビスさんに。最近エビスさん見ないけど。逃げるしかない。とにかく、肥料さえあれば、この島から脱出できる。似てると思った。でしょでしょみんな。もう俺、エビスさんにしか見えないもん、これ。なんだろう。痩せてるエビスさんみたいな。シュッとしたエビスさんにしか見えないです。似てるよね。ヒリュウは無事生まれたよ。はい、というわけで戻ってきました。逃げるわけないだろう。俺はスーと逃げる。エビスさんは絵を描いてどうぞ。一人で絵を描いてどうぞ。そうか。お、実は凶暴化した耳側を元に戻す方法が一つある。あるんかい。島のコアを破壊するんだ。あれ？破壊しなかったっけ？あ、破壊する寸前に連れてったのか、ドクターが。だけど、コアを破壊すれば、島が崩壊するかもしれない。多分するでしょうね。危険すぎる選択だろ？もういいじゃないか、壊しちゃえば。まあ、どちらにせよ、コアのありかがわからない。君がやる気なら、待ってるよ。待ってくれるんだ、でも。ただし、危険になったらいつでも島を立つからね。この一文がなければ、すごくいい人だったな。はぁ。この一文がなければな。どうするんです？戻るの？戻る？画面に文字が表示されてる。浮かせこうした。で、こっち行ったら、もう脱出になっちゃうのかな？ならないよね。待ってくれてるんだよね。よ。川を探すなら急いだ方がいい。はーい。くるるる。こことかにあるんじゃないの？外壁。外壁登ろう。あ、やっぱいけるじゃん。やべえ。勘だったけどいけた。すごい、めっちゃ勘だったけど、いけたいけた。やっぱりか、やっぱりこっちなのか。来てみて正解だぜ。よかった、戻んなくて。あの長い道をね、戻るのがただただ嫌だったただただ嫌でした。なので僕はこっち来たよ。戻りたくないでござる。あの地獄に戻りたくないでござる。地図見ながら行かないとね。左になんか隠しみたいなのありそう。隠しアイテムは全部取りたいよ。何ですか。ああ、え、時計屋？時計屋？何時計屋って。えい。開かなーい。開けよー。開けよ、お前。開かないってなんだ、開かないって。あ。あれか？時計に矢で時計屋って読むのか？そんな。
そんな強引な。外壁の下も行ける？ほんまや。先下行くか。上道のり長いから先に下行こうか。わー、わー、怖え。玉ひゅんだよ。おっと、動くな。え、待って、下さ行ったら戻れなくなくない？戻れなくなくない？だよね、これあれだよね、行けないよねこっちね。ふう怖い、ふう怖い、危ない危ない。よしよし、怖い怖い。行くのは多分行けると思うけど、戻るのがね、無理ゲーすぎる。無理ゲーすぎて。わわわわ、なんか飛ばしてくる。なんか、え、待って、え、なんか猫が飛んでる。何あれ、空飛ぶ猫がなんか放ってきたんだけど、ビームを。何この世界、怖い。敵かわいいな、おい。なんかおたまじゃくしみたいな。おたまじゃくしを飛ばしてくるよ、猫が。やだよやだよ。で地図を見たいよ。ちゃんと俺はまっすぐ来れてるのか、上に。なんで上に登ればいいだけだよね。でもあの時計はめっちゃ気になるわ。開かないと空箱ってなんであんなに気になるんでしょうか。待って、今俺ワニに噛まれたね。これ砂なのか。くそ、あのワニ野郎め、ワニ野郎。くそ、舐めやがって。あ、ちょ、怖い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 、やめてよやめてよ、セーブポイントないんだから。あ、レベル下がっちゃったな。上げたいよ。こっち合ってるよな、ちゃんと道。合ってるね。なんか左にちょっとした隠し通路があるっぽい。僕は気づいたよ。でも行けないか、行けないか、あれ。違ったかもしれない、ごめん。暗い暗い。怖い怖い。うわ、怖い。よしよしよし。で、いいんです。合ってるこっちで。危ない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 、落ちたくないよ、危ないよ、ちょっと待って、怖いよ。ところどころ足場があるかな。うわ、わかんないわかんないわかんない。くる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 。よしよしよし、順調順調、うまい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 。よしよし、いいぞ、よいぞ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 、よし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 、着いた着いた。ここにいんのかい、コアが。倉庫だってさ、犬だ。うわ、犬じゃないの。え、おいおい、こっち向けワン、こっち向けワン。まずセーブ、まずセーブ。よし、セーブ、はい。で、おい、こっちを向け。ひぃ、殺さないでくれ。俺は人間だ。魔法で耳替えにされたんだよ。そうなの？ん？どうした？何このイケメンの犬。なんだ、キラーロボットじゃないのか。何この犬。目がキリッとしすぎてない？ちょっと、ちょっと目で吹いてしまう。え？いきなり出てくるからびっくりするじゃないか。目と眉毛でなんか笑ってしまうんだけど。もしかして救世主？男前だな。俺は伊藤。この島の研究に来た人間の一人だ。ミザリーってやつにこんな姿にされちまってな。なんとか逃げ出したが、このざまさ、このゲーム突っ込みどころがすごいぞ。どっから突っ込めばいいんだこれ。立ち往生。なんで声張ったんだよ。君は外を登ってきたんだな。俺は有能な技術者だが、公私恐怖症でな。ああ、こんなことになるなら島に来るんじゃなかった。だっけ、なんか有能なアイテムをくれ。もはや立ち往生の情けない男に何か用かい。自虐が好きだなお前は。もういいよ、もう用ないよ、もういいよ、もう十分笑わせてもらったからいいよ、もう、なんか立ち往生ってカタカナで書くとなんかあれだね、生き物みたいだね。なんだろう、うなぎみたい。なんだろうな、なんか生き物みたいに感じてしまった。待って、ここどこだ。大農園。上になんかあるじゃないか。うぃー、隠し通路かな。通路張ってるな、こっちの上は。なんか上にもありそう。すごい、なんだこれは。なんか上に道あるよね、すごい。
上に道あるけど、あれだよ、マシンガンレベル3じゃないといけない。クソ、マシンガンレベル3に戻したい。え、石像の間、なにこれ、春だアンナチュポネいやらしい名前しやがって。なんだアンナチュポネって。宮城堂、これ誰、アンナチュポネ誰だ、誰だ、なんか言えよ、なんか言えよ。え、これなんだろう、これ石像の間、よくわからんです。はっ、クソ、レベル下がってなきゃこれで多分通路の上行けたのに。あるもんね、上になんかすごい、なんかコックさんの帽子みたいな、そんな不思議な空間が広がってる上に。なんだよ、ちょっとレベル上がってくるわ、マシンガンの。頼む、経験値をくれ、俺に経験値を。なんか黒い塊が近づいてくる、怖い。落ちてくるな、レベル上がれ、レベル、レベルやい、よしよし。あんな、これいけないのかよ。ふーん、あ、くそ、上に上がらせてくれ、頼む。よしよしよし、アイテム消えとる。こいつ強くね、なんかなかなか上がらない。よしよし、コツで、靴で飛べるが俺はマシンガンで飛ぶ派さ。この方がなんかかっこいい。で、いきます。よしよし、ホバリングを温存しといてマシンガンで上がる。これ上がる意味あんのかな、上がる意味あんのかな、これ一応上がれてるけど今どこにいんだ。あ、天井ついてる、天井で、わかるかな、ちっちゃい黄色いマスでわかると思うんだけど、関係ないか別に。ごめん、なんか関係なかったみたい。上にいたらなんかあるかなと思ったけど、なんもなかった別に。普通に天井に頭ぶつけて終わっちゃった。なんだあれ今の、なんだあの空間、すごい意味深な空間だけが広がってるけど、なんだあれ、すごいなんかモヤモヤするぞ。なんもなかったの。え、どうしよう、え、どうしよう、下行くか、上なんか、上がなんか正規ルートっぽいから下行こう、ちょっと下確認しに行こう。あ、なんかいる、いるじゃん。地上から来たドクターってやつが島の耳側を使って赤い花を栽培してる。以前にも似たようなことがあったな。じゃあ寝るね。寝れない、これベッドじゃないの、これベッドじゃないの、心外だわ。もういいよ、俺は地下を制覇するから。なんか看板がある。ん？ガンフィッシュに注意、足場になるけどさ。ガンフィッシュ、銃のように速い、あれかな、魚？あいつ足場になんの？まあ、する気もないけど。この野郎、この野郎、処刑だ。ほい、足場になるんです？むしむし、ガンってそういうことか、飛ばしてくるってことね。自分が弾じゃないんだな。やばい、なんか広くてよくわかんない。まあ、とりあえず左端まで行くか。待て、これマシンガンで飛ぶから関係ないのさ。立ち入り禁止と書かれている。そして鍵が、鍵かかってんのかよ。立ち入りクソもないじゃないか、立ち入り禁止もクソも。待て、なんかあるよ。違うんです、何か光ってるんです。そこに何か光ってるんです。リトライします。何かが光ってるんです。あー痛い、そんな気したけど、伊藤この野郎、もう痛い。何か光ってたんです。もういいです。なんだよ、なんだよ、何がそんな不満なんだよ俺の。ちょ、レベル上げさせて、マシンガンの、マシンガンのレベル上げさせてよ僕に。お前らどこまで行くんだよ。え、どこまで行く気、いて、レベル上げようとしてるのにレベル下がるのやめて。経験値欲しい、経験値一個一個の重要性を。もう、これ、じゃあ下は行っても意味ないってことかな。レベル上がってもうた。下行けるとこあった、なんか水路みたいなのあるね。結構あれだな、ここに来てこんなに世界が広がると思わなかったね。普通あれだよね、ゲームって終盤になればなるほど選択肢狭まるよね。どん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 制覇していって道をさ。だから
あれ、この筒の中に入るのか、この筒の中に、ちょっと待って、入れるのか、入れたわ。ええ、なんか流されてない、なんか流されてない、え、それだけ、それだけなの、待って、それだけ、え、どうすればいいの、それだけ、行くとこが違うとか、え、ここまで、ここまで来てそれまで来てるのはなくない、左に行けってことかな、え、なんか道に続いてるんじゃないの、ほら左の下になんか行けそうな気する、てかあれさ、あれさ取れないかな、あのギリギリまで近づいて取れないかな、いや大丈夫、俺死ぬ気はないから、死ぬ気はないから、ただただ近づいて、うんって、うんってするだけ、うんってするだけ、近づいて、うんっ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 て、うん、うん、あーごめんごめん、はいはいはい、というわけでね、上に行こう、上に行こう、はあ、やっぱ無理か、やっぱ無理か、いや、いけると思ったんだよな、いける、いけるかなと思ったら、あれだね、タッチの差で無理だったね。くっそー、覚えてやがれ、この野郎。覚えてやがれ、この野郎。くっそ、ギリギリだったか。いい線いってたのにな。くっそー。あじゃ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 あ。どうした、クロちゃん。どうした、クロちゃんよ。で、こいつらにもちょっと話しかけとこうか。話しかけることでフラグが立つかもしれん。そうでもないか。以前にも出会うことがあった。うん。それだけか。じゃあ下は行く意味ないんですね。じゃあ上から行こう、上から。よしよしよし。みんな無理だと思ってた。まさか。まさかってな。まさか。まさかでしょ。あれどうやって取るんだ？トゲも大丈夫っていうなんかスーツみたいなのゲットできるのかな？あれはテクニックの問題かと思ってたよ。ダメなんです？待って。こっち行けるでしょ？こういうなんかさ、意味深なのがあると、なんか柔道の達人みたいなのがいる。誰あなた。えい。おお、なんか飛ばしてきた、なんか飛ばしてきた、怖い。耳側じゃないか。あ、栽培してるのか、赤い花を。やめなさいよ、栽培なんて。やめなさい、これ壊そう。スプリンクラー。勢いよく水を噴出してる。これ壊せ。壊さないのかよ。なぜ壊さない。こいつ怖いからちょっと。怖い。怖え。こいつらなんか足場になるぞ。そしてあの扉がめっちゃ気になるけど、まあいいか。あのさ、ちょっとした扉がめっちゃ気になるんだけど、あれどうやって入るんだ？まあとりあえずここ入るか。あ、休憩所だ。耳が休憩してるよ。おや。以前どこかで会ったよね。僕は耳側の村にいたんだ。ミザリーとかいうやつにここに連れてこられてね。やっぱ農作業は好きじゃない。今から気分転換に釣りに行くところさ。結構自由なのね、ここの労働環境は。釣りは好きかい？機会があったらまた会おう。これなんだろう、サブイベントかなんかかな。待ってよ。よ。寝とるで。で？この子たち何なんだろう、操られてるのかな、それとも、疲れ切って声が出ないのかな、何なんだろう、よくわかんないずら。なんで喋ってくんないの、操られてるのか、意気消沈してるのかわかんないな。で、なんか左下になんか空間がある。無言怖いよね。話しかけて無言ってことは、俺のことが相当嫌いか、それとも、何か別の理由があるってことだよね。怖いんですが、無言は。なんかちょくちょく穴があると、なんか、いけそうなんだよな。別に何もないんです。めっちゃ気になるな、こういうちょこっとした穴が。何なの。まあいっか、まあ、気にせず行くことにしましょう。まあ多分ね、下にも行かなきゃいけないと思うんで、右の方にあったちょっとした小窓は降りるときに行こうかな。そうしようかな。毎回あそこに行くのもちょっと行き方わかんないし。で、水が噴出してる。スプリンクラー壊せばよくない？栽培止められ、あ、この水まき機さ、おっと、人間と話しちゃいけないんだった。話せよ、お前。話せよ、そこは。で、上に行けばいいの？あ、赤い花、なってんじゃん、これ。これ赤い花だよな。あ、なんかある。道だ。そうか、主人公ロボットなんだよね。じゃ話していいじゃん。ここから出せ！ドクターなんかクソくらいだ！
もう一人に話したい。もう一人に話したいよ。くそ、お前、そこ3人いるだ、3人。ちょ、待って、3人いるだろ。3人分話させろ。ちょっと、お前か？お前じゃない。お前か？お前じゃない。お前か？おや、君はキラーロボット？僕らを殺しに来た？違う、違う。よし。よし。坂本って知ってるか？大農園のどこかに隠れてるはずなんだが。農場で働いてる奴らは騙されてるんだ。ドクターは僕らをロボットと高さ合わせるつもりなんだよ。今なんて？今なんて？ここに人間もいたはずなんだけど、二人とも最近見ないな。無事逃げ出したんだろうか。あ、逃げ出したのがあれかな。あの人間ってあれだよね。坂本スーと坂本カズマだよね。多分。人間って二人しかいないよね。この、あれに。多分これは、やっぱり。やったね。裏ルート。転送先は不明です。よろしくない。いや、行く！どこなの？不明って何？不明って。壁の中にいるとこないよね。あ、シェルター！あ、なるほど。カズマ、お兄ちゃん、スーのお兄ちゃんはこっから脱出したのか。で、ここに閉じ込められたと、シェルターに。マジか。繋がったね、話が。現在、大農園の移動が可能です。なるほど。じゃあ、やっぱ逃げ出した人間二人ってのは、坂本スーとカズマなんですね。エビスさん。なるほど。というわけで、話が繋がったというところで、このパート終わっていこうかな。はぁ、あのトゲのアイテムさ、俺取れると思ったんですよ。でもね、取れなかったの。はい、最後までご視聴ありがとうございました。